トランスフェリンは結晶に含まれるタンパク質の一種で鉄イオンを結合しその輸送を担っている類似のタンパク質には卵白に含まれるオボトランスフェリンと乳汁など外分泌液に含まれるラクトフェリンがありこれらと区別するために結晶トランスフェリンまたはゼロトランスフェリンと呼ぶこともあるシベロフィリンと記述されることもある糖タンパク質で分子質量は 約80系だ。分子は2つの互いに似たドメインからなり、それぞれに酸化鉄イオン結合部位が1個ずつある。いずれも、鉄イオンには1個の窒素原子と5個の酸素原子が配位する。鉄その他の金属イオンを非常に強く結合するが、結合は化学的である。特に FE に対する、親和性は極度に高い。トランスフェリンは、結晶中にある鉄分の、 約3倍量を結合しうるほど多量に存在し、結晶中の鉄分のほとんどがトランスフェリンに結合している。ただしこれは体内の全鉄分量からするとわずか0.1%に過ぎず鉄分の貯蔵の意義はない。一方で回転は非常に早くもっぱら鉄分の輸送に役立っていると考えられる。各細胞の表面にはトランスフェリン受容体があり、 特に骨髄にある洋弱赤血球では、ヘモグロビン合成のために、多量の鉄を要するので重要である。鉄を結合したトランスフェリンが、この受容体に結合すると、エンドサイトーシスにより、被覆症法に包まれて、細胞内に輸送される。細胞の HATP、アーゼによって、症法内の pH は低下し、それによりトランスフェリンの鉄親和性が低下して、 鉄イオンを放出する。受容体はトランスフェリンを結合したまま細胞表面に再輸送され次の取り込みに備える。トランスフェリンは鉄イオンを非常に強く結合するため有利の鉄分を吸収することで細菌に対する抗菌作用を示す。実際、トランスフェリンは粘膜にも多く存在し、細菌を生存しにくくしていると考えられる。 先天性の欠損症として、ブ・トランスフェリン欠損がある。トランスフェリンが欠損、または、不足すると、鉄分は、ヘモジデリンとして肝臓に沈着する。ABCGRCH38、アンセンブルリリース89、インスグ000091513 00、アンセンブル、メイ2017ハット ABCGRCM38、アンセンブルリリース89、 インスミュースグ00 000032554アンセンブルメイ2017ハットヒューマンプブメドレファレンスマウスプブメドレファレンスありがとうございます